来ましたよ。わかんない、なんだろう。はい、おはようございます、ジラフです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は釣り熊ヒロさんとご一緒です。ね、何狙いですか今日は。マダイ釣りたいっすね。マダイ。ノッコミ調査っすね。そうっすね。じゃあノッコミ調査ね、行きましょうか。ね、釣れるといいっすね。ね。で、風が強くなる予定なんで、もうちょっと短時間勝負になっちゃうと思うんですけど、ね、風強くなったらすぐ帰れるようにやっていきましょう。安全に気をつけて。では、よろしくお願いします。よし、よいしょ。はい、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。シラフです。ね、今日はね、イントロで出てたヒロさんとね、一緒ですね。で、潮がね、小潮ですね。で、もうちょっとまた出遅れちゃった感があって、もう6時50分ですね。で、まあちょっとね、短時間でね、サクッとね、やっていきたいなと思います。西風がね、今日ね、ちょっと強くなる予報なんで、まあそれまでにね、ちょっとサクッとね、釣れればなと思っております。ではね、沖目指してね、やっていこうかなと思います。じゃあ行ってきます。はい、今日の朝日になります。いや、今日も綺麗ですね。釣れるといいな。はい、これですね、この間拾ったゴミのですね、平場ですね、自作のね、平場ネクタイにね、ダイソーのね、60グラムのね、ヘッドですね、これね、落としていきます。よし、落としていこうか。です。はい、で、水深がね、32.8、こんなもんっすね。鳥がいるね。結構深いね。60でちょうどいいかも。ビンビンスイッチのね、45g 落としていきたいと思います。ちょっとだけやって、せっかく入れた、あとは天秤でやるか。はい、天秤ね、今から落としていきたいと思います。これは回収しようか。来たけどバレちゃった。いるね。もうなんか釣れましたね。来た来た来た。なんだ、天秤いいね。ようやく釣れた。
また北枕ですね。すごいねこれ北枕。天秤に北枕が来ました。天秤来るんだね北枕ちゃん。セトロドキシンバイバイ。はい、先ほど天秤にね北枕ちゃんが来ましたね。でまた急増していきます。水深 41.2 ですね。天秤すごいな。枕かな。軽いよな。わあ、ミニエソちゃん。これ泳げすに使えるね。あ、取れちゃった。あ、切れちゃったんだ。はい、水中撮影ね、ちょっとやっていきたいと思います。この辺で水深 16.9 ですね。
来ましたよ。わかんない、なんだろう。まだようやく来ました。エソかな。もう見えてきた。エソっぽい。あ、違うな。カワハギ。あ、でっかい。お、カワハギっす。やった。カワハギいますよ、この辺。うわー、でっかい。カワハギ釣れましたね。でっかハギ。はい、カワハギですね。釣れましたね。25、30ぐらいですね、大体サイズが。よかったです。外れた。はい、この間ね、ヒロさんにね、作っていただいたね、あの VJ の VJ っぽいやつですね。ちょっと投げていきます。で、水深5メートルですね。結構浅い、フラットですね。来ましたよ。来ましたよ。来ました。当たりましたね。当たったけどなんか軽いな。何だったんだろう。しょっぱら来ましたね。多分エソだと思いますけど。来たけどバレた。今日はバラシが多いっすね。はい、今現在11時20分ですね。いやー、今日はね、なかなか厳しかったですね。北枕1匹、エソ1匹でエソバラして、で、あとね、最後の最後でね、カワハギが釣れてくれましたね。いやー、またちょっとね、リベンジ行きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではね、ありがとうございます。ではね、バイバイ。泳げないですか。いやー、これ上がった後がやばいですよね。ね、すみません、ありがとうございます。よいしょ。よく泳げますよね。ありがとうございます。
や、今ぐらいになって当たり始めましたね。潮動いてなかったっすもん。午後の方がいいかもしれない。潮が動かないとダメなんですね。うん、バラしちゃったりしたけど。え、どんぐらいですか、あれ、カワハギは。カワハギは30センチぐらいですよ。でかっ。うん、これか。もう、もう内臓取っちゃいます。でかい。見てください、あのエソ2匹。エソ2匹しょぼい。エソ2匹。え、でかいやつですか。ちっちゃいっすよ。あ、こういうバラしましたね、こういうの。まだ生きてるし。ああ、しぶといっすね。ちょっとすり身にして、はい、かまぼこにしてみようかな。釣ったことないから、釣れたら食べたいなと思ってたんですけど、今日糸よりもダメでしたね。なんだろう、